ロビンとフランキーの奪還を果たし、ウォーターセブンに帰還した麦わらの一味。しかしゴーイングメリー号を失い、先の海へ進むメドを立てられずにいた。そこへフランキーが現れ、一味の新しい船を作らせてほしいと頼んできた。フランキーは念願だった夢の船を作り、それをルフィたちに託したいというのである。フランキーはアイスバーグやガレーラカンパニーの職人の協力を得て新たな船を建造する。その間、ルフィたちは未だ戻ってこないウソップを待ちながら一時の平穏な日々を送っていた。しかし事態が急変する。ルフィたちのもとに海軍の大物が乗り込んできたのである。お金か、ルフィ。痛え？パンチだぞ今の。ゴムに効くわけ。愛ある拳は防ぐすべなし。じいちゃん？目を離してみればこのざまだ。赤髪に毒されおってくだらん。ジャンクスは俺の命の恩人だ。悪く言うな。じいちゃんに向かって言うなとは何事じゃ。いやー、ごめんなさい。ダメだ、あのじいさんに対する闘争心はすでに折られてる。じゃあどうすりゃいいんだよ。みんな、今のうちに逃げるぞ。おお、いかんいかん、寝ておった。お、ルフィはどこじゃ。まだ話は終わっちゃらんぞ。まあ、こっちだ麦わら。船はできてる。フランキーの代わりに俺が見せよう。おー、でかー、かっこいい。ルフィたちはあそこにおるか。すぐに向かうぞ。ウソップが来るまで出航はできない。海軍ならこの船を守るぞ。麦わらせ、兄貴が作った船、俺たちも守るぜ。どんどん弾を持ってこい。こりゃせろ。それ、素手で大砲を撃った。船の名前決めとかねえか。マン、ロクマン、第4号はどうだ。第4号や。頑張れ。マンコク、マンシュヒマワリ、どんな真摯よ、あんたたち。とにかく無事、船を壊されるようにし。そこにルフィさんが。支援クルール、ゴゴゴゴゴ、キャノンキューブ。みんな見て、海軍が持ってたこの手配書、全員の首に賞金がかかってる。うわー、上がった。ソゲキングにもついてるぞ。可愛く撮れてるからそれはいいけど、とうとう私も賞金首か。誰だ？なんで俺だけ絵なんだよ！これのどこが俺だ！
笑われるんだ。俺は世界中のレディーから。俺だって海賊だぞ。ちゃんと男らしく戦ったんだ。物申すぞ、五十ベリー。まあ次頑張れよ。何も賞金組に。萩原さん頼む。兄貴を海へ連れ出してくれ。このウォーターセブンにしゃ兄貴の命が危ねえ。任せろロビン。チビのコビーしか知らねえぞ俺は。そのコビーです。泣き虫でダメだったコビーです。本当か。お前成長期にも程があるぞ。なんでグランドラインにいるんだ。まだまだ将校には慣れてないけど、今は本部でガープ中将に鍛えてもらってるんです。ルフィさんたちはさすがですね。このペースならグランドラインの前半の海はすぐに制覇しそうです。ルフィさん、このグランドラインの後半の海の呼び名を知っていますか。人はもう一つの名でこう呼ぶんです。新世界。次の時代を切り開く者たちの集う海。その海を制した者こそが海賊王です。新世界。わしの孫だから捕まえるのはやめた。お、軍にはうまく言い訳しておいて。そんな言い訳が通じるわけないでしょう。ねえ、我々だけでも一命を捕らえるぞ。が海賊王になるのか。この百獣の王の船に乗れ。フランキーからの伝言だ。支援エルフィニオの。フランキーはどこにいるんだ。あれ、あいつに決めたんだ。船大工。本気であいつを連れて行く気があんだ。力ずくで連れて行く。それが唯一の手段だ。逃げろ。パンツを麦わらさんに捕まったら。行くぞ。メギュラさんなら兄貴を海に連れ出してくれるはずだ。行くぞ。あれは賞金組ハイボーグフランキーの手下だぜ。捕まえてフランキーの居場所を吐かせろ。
ちの子分どもに何してくるぞんじゃくらこんな時でも俺たちだぞ最後に舐めた真似しやがってメラはさっさとパンツ返せチェンジいろいろ勘弁してください一見まともに立てられねえおめえらが勝手な真似するんじゃねえよまだパンツを返すわけにはいかねえんだ行くぞ兄弟目指すは敗戦チームだ行くわそうに、なんでわしが引き返さなきゃならんのじゃ。でんでん虫で、孫だからってあんた言うからでしょうが。やかましいわ。黙っとれ、青二歳が。おい、ルフィ、聞こえとるか。こちら、じいちゃん。こちら、じいちゃん。いろいろあってな。すまんが、やっぱり海の藻くずとなり。始めようか、小僧ども。わしを舐めとったら怪我するぞ。でも思ってんのか。Thank you.
パスだ。パンツを受け取れ。支援フルール、ゴゴゴゴのキャノンビュー。取ったぐらいで、そもそも俺は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる。
念願だったんだ。それこそが夢の船だ。待てフランキー。こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。出航していくつもの海を越えて、幾度もの戦いや困難を乗り切り、海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。もういい加減に自分を許してやれよフランキー。なんだ。ダビナ二町です。兄貴、ねえ、頭振り絞って一生懸命考えたんです。子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ、でも少しぐらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。修理しかできねえ素人どもめ、これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不便だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。やったちょっと行ってくれー。